どうも、ボビーやトレーザーのボビーです。今日は水曜日ということでですね、制作の話ね、制作の話ということでですね、今日からですね、あ、これ聞こえてるかな。もしもし、聞こえてなさそうな、あ、聞こえてるか。ですね、ごめん、ね、バルハット完成への道のりね、第1話ですよね。ということで、毎週水曜日ですね、このハットができるまでのね、これです、このハットが完成するまでのですね、工程をですね、この X プロ2ね、このデジカメでですね、収録したんでね、それをまだ編集してないんですけど、ちょうどね、こういう生配信でですね、使いながらですね、できるまでをリアルにお届けできるんちゃうかなと思って、それでですね、今日から10回ぐらいかなにわたってですね、10週ぐらいになると思いますけど、にわたって、一つのハットができるまでをお届けしたいと思います。楽しみにしててくださいね。もうシリーズですね。もう水曜日の制作は当分このね、ハットができるまでね、それをですね、動画を混ぜながら、そして僕の解説を入れながら、お話ししていきたいなと思いますね。どんな風にね、作ってるんか見てみたいでしょ。ね、出来上がったのはね、これ見るけどね、なかなかないでしょ。ね、そう思って、はい、ね、いきますね。まあ完成したらこんな感じですよ。ね、ハットですね、バルハットのような、これはプルアップレザーっていうね、タイプになりますね。まあショートブリムのパターンですね。はい、でですね、フォルアップレザーですね、まずですね、置きますと、ね、この隣の、ね、アトリエの隣のね、ところで、制作してるんですけどね、こんな感じですね。で、まあこう、あ、なんですか、次はですね、このまずこのブリムね、ブリムの型紙をですね、トレースしていきます。ね、分針を置いてですね、銀ペンでですね、レザーに、トレースしていきますね。で、トレースする順番っていうのは特には決めてないんですけども、大体このブリムの場所決めっていうか、そこからいつも大概入ってますね。こういうパターンが多いですね。はい。ね、こういう感じで、型紙をですね引いて、動かないようにね、こう分針でね、で、まあ、スタンディングで、作業してますね、こういう制作をね。まあこういうふうに初めから型紙がねあるものっていうかは、こう大体の流れでね、こうやって制作の工程も読めるんですけどもね、最終、だけど初めてね作るものとかはやっぱり時間もかかるし、試作もね時間かかりますしね、一律にこういう感じじゃないですけど、まあ大体こういう感じで、物事はね進んでいってます。ボビーアートレーザーの売買ですけどね、はい、ね、ほんまのハンドメイドでしょ、ね、ひたすら手を動かしますね、はい、ね、これはですね、まるでたこ焼き屋さんがたこ焼き器をたこ焼きをひっくり返すからですね、こうやって、銀ペンでですね、この穴を開ける場所をですね、こうやってね当たりをつけてるわけですよね、離してね、
まあ、いずれはですね、これをですね、ちゃんと編集して、この動画をね、なんかムービーにしたいなと思ってるんですけど、まだ編集までの編集するためのですね、ソフトがですね、まだ使い慣れてないのでですね、この膨大なこの録画したね、このビデオをですね、こうやって解説しながら使ってもね、こう多分伝わりやすいんじゃないかなと思って、もうブログにもね、これまでいろいろ写真をね、載せて書いてきたんですけど、まあ、こういうふうに動画でね、こうお知らせしていくっていうのはこれまでなかったことなんで、まあ多分これね、最後まで見終わったらできたって感じになると思いますけどね、うん、まあ、見応えがあると思いますし、ね、これをこのね、水曜日のね、この特集をぎゅっとまとめてね、またブログの方にこうダーッと載せてもいいかなと思いますし、ね、まあ、こんな感じでゆっくり見れると思いますんでね、こういう感じでね、地道に、パーツをですね、抜かりなくトレースしていっていますね。はい、これ一眼レフで一応撮ってるんでね、なんか一眼レフっぽい写りですね。で、次、ね、次は、これからさっきのやつかな。あ、でもトレース したということにしましょう。でですね、ね、長くなるんでね。で、まあ、この NT カッターやから、このね、僕がいつも使ってるこのカッターナイフですね、左用のでこうカットしていきます。これ大まかにね、まずね、ザクッとね、切り落としてますけども、それなんでか言ったら、やっぱりそのこう作業するときに、こう取り回しするときにね、非常にこう狭い机の上でやりにくいもあって、それほんでこのこう丸いじゃないですか、ね、だからちょっとパーツごとにね、ある程度粗く切ってですね、カットしてね、皮をで、まあ、こういうふうに型紙の上からね、カッターをですね使って、まあ、トレースをするように、カットしていきます。こう丸いものなんでね、定規とか当てられないんで、こう体を全身ね、お力をですね、抜いてというか、まあね、刃先に、カッターの刃先に集中させてね、じんわりとカットしていきますね。で、こうしてね、一枚ね、カットしていきますね。で、これ編集も何もしてないからそのままですけどね。で、もうボビーアトレーターの場合はこの表と内側とね、外と内側があるんで、2枚いるわけですよ。だいたいまあレーザーハットってだいたいね、表面だけで、内側はそのままなが多いんですけど、まあボビーアトレーターの場合は贅沢に2枚貼り合わせるんですね。はい、だからまあ色違いもできますしね。そんな感じで、で、まあ、こうカットして終わったらですね、この大体のねところをこう余白のところっていうか、それをまた切り取っていくんですけどね、まあ、こういう画像を見ながら解説するのはどうでしょうかね。なかなか面白いでしょう。なんか実況中継的な感じで、本当はですね、よくほら配信の場合は手元にカメラをもう一台置いてね、こうやっていくんですけども、さすがにこういうのはねできないんで、まあ、これも新しい試みかなと思いますね。僕はちょっとちっちゃいワイプでね、喋ってるというかね、うん、まあ、そういう資料にもなるかなとも思いますけどね、うん、また、まあ、テレビを見てるかのようなね、ライブ配信ですけどね、生放送みたいな感じかな。うん、ね、もう完成した時はね、どんな感じだか、まあ、まずこの画面のね、こういう作業、ね、しやすいようにね、こう小さく切って、
程よい形でね、でもあの精度を高めたところにこうカットしていくわけですよね、うん、あの川包丁はねまた登場しますけどね、ボビーアトレーサーの場合はこのね、カッターナイフを使ってますね、うん、動画を見ながら話するも不思議な感じしますけどもね、まあ水曜日はこういう感じで、ね、来週も違うところかな、ブリムが今こうカットしてるでしょ、でクラウンとかこのトップのとこかな、まあパーツはね構成はそんなに多くないので、ハットがちょうどいいかな、うん、キャスケットとかやったらまたね、あの実 は, はあのパーツが多いんでねあのブリムだけでも8枚そこらあるん で,、うん、で手縫いの部分もあるんでね、まあ、ハットの方が多分、なんかこう流れが見えやすいかなと思いますね、あの革ジャンもそうですし、レザーパンツもバッグもそうですけど、全部ね、このハットの中にね、製作のボビーアートレザーのこのハンドステッチの技術がですね、詰まってますんでね、うん、楽しみにしていただければなと思います、はい、こんな感じでね、今日はこのねブリムをねカットするところでね、お届けしましたけどね、ねはいね、こういう感じで、今日はナンバー1、ナンバー2は来週はね、ブリムとトップのところをカットして、そこからまあまだもうパーツのパーツを作りかな、パーツ作りの方にの工程になりますけどね、うん、迫って映像を、ね、見ながら迫っていきたいと思います、ね、また楽しみにしていただければ幸いです。あ、またコメントありがとうございます。徳山さん、お疲れ様です。今日もお疲れ様です。見てくれてありがとうございます。またね、来週もね、この制作ステルス景色をですね、一緒に楽しんでください。ね、そんな感じでですね、ボビーアートレーザーの、動画配信はですね、こっちかな、こういうふうに、曜日によってですね、いろいろこう特集が変わりますんでね。また来週、今週の末ぐらいからにはもう予定組んで、Facebook ページとかでね、予告っていうか、そういうふうなのね、告知をしていきたいなと思います。まだ僕もこう試し試しで、ね、手探りで、全て、やってますね。で、まあ146回ね、なってるでしょ。だから、ちょっと100回、140回超えたぐらいで、やっとね、なんかこう、流れっていうのが、なんかね、ちょっとだけ見えてきたんで、これが150回超えて200回になった時には、また、世界がまた広がってるかもしれませんね。そんな感じで、ね、今日もお付き合いいただき、ありがとうございました。ね。じゃあ、まあ、またアーカイブをね、YouTube でもね、やってますんでね。また YouTube 登録がまだな方はですね、登録をお願いしますね。まあ、あと Instagram もやってますし、Twitter もやってます。まあ、Facebook の他にもね。あとはもう一番はこの、こっちか。このホームページね。そこに全てが集約してますんで、何かあったらホームページをこっちからご覧ください。それではまたお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。バイ。